木曜日からは広く雨が降りそうですね。そうですね、このタイミングだと、まあ、前線の影響などもあるので、広範囲で、比較的しっかりめに雨が降るということが予想されます、はい。まずは気圧配置の方から見ていきたいと思いますけれども、こちらの方が14日木曜日午前9時の予想天気図なんですが、実はですね、この地上の天気図には現れないものがいくつかあります。一つはこちら、ちょうどこの辺りなんですけども、まあ、前線がこうつながっているというふうに見ておいた方が良さそうですね、はい。それから高いところ、だいたい1500メートル付近なんですが、もう一本こういう感じで前線が伸びているという状況とともなりそうです。ですので、この前線と前線の間に挟まれているところになりますけども、うん、このエリアに関しては比較的しっかりめに雨の方が降るということが予想されます。で、実際にそれぞれのエリアについてアイコンの方でも見ていきますけども、はい。アイコンの方で見ていくとこちらになりますね。14日北海道はもうすでに前線が一旦南下しますから、14日は雨の方はもう終わってるわけですが、東北から九州にかけて広い範囲で雨といった状況となります。で、比較的しっかりめに雨の方が降るといった状況となり、で一部15日までその雨が続くというふうに見ておいた方が良さそうです。はい、わかりました。詳しい情報はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。